アルノ干渉アルノ干渉は百三十三の小島からなる太平洋上の干渉で国際法上はマーシャル諸島のラタック列島に属している小島の総面積は十二点八平方キロメートルであるが最大の干渉の面積は三百三十五平方キロメートルにもなるアルノ干渉は他とは異なり三つの干渉から構成されており最大の干渉の他に二つの 小さな干渉が北部と東部に位置している。干渉の人口は1999年度で2069人である。干渉内の主な島はアジェトクロク、コジェルタク、リアラプラップ、ランガー、及びツツジまである。アルノ干渉はマーシャル諸島共和国の首都であるマジュロ干渉から2 0トルの距離にあり、これはマーシャル諸島の干渉の中でも一番近く。 晴れた日には、マジェロから、東の方角に、アルノ干賞を見ることができる。干賞内で一番大きな村はいいねである。アルノの住民は、コプラ作りの名人として知られている。また、アルノの女性は、彼女たちが作る、手織りのハンドバッグや財布である、リバッグにより有名で、この名称は、マーシャル諸島のビキニ干賞の人々に後になって、付けられたものである。また、 あるのの人々は伝統的に学校が大好きである。ありがとうございます。